スターログ1983年4月号、ダーククリスタル試写会座談会記事にて、この作品、ヒロインはクライマックスで敵に捕まり、拷問され殺されますが、最後奇跡で蘇ります。 これに関してですね、宮崎駿。作る方はまた蘇るからいいやって思ってるんでしょうけど、見てる方は辛いですね、と言ってるアニメ監督が、この発表した作品が風の体のウしかというようなことですね。垂れ込み情報なんですけども、まあ、宮崎駿監督の言ってることに一貫性を求めてもしょうがないんですよ。ダーククリスタルって作品の作られ方って、ほぼ完全に未知の惑星の生態系を作り上げて、それを全て立体にして、で、マペットというのかな、人形で動かして、 ファンタジー作品を作ったんですよ。いわば宮崎駿がやりたくてやりたくて仕方がない頃で、1983年の4月座談会ということはナウシカの前ですから、何にも彼にチャンスが与えられてない時代ですよね。 なので、あの、その時にですね、見せてですね、感想を聞いてもですね、それはもうオートムカツヒロを見た時の手塚治虫のような、俺だって案内かけますって、手塚治虫言っちゃったんですよね。見苦しいなんですけども。まあ、それが本当に前線で作品作っている、 トップ走ってる男って、やっぱこうなるんですよね。でも宮崎駿もそうだったんですと思います。だから本来だったら言わなければいけない、いろんなことを全部すっとん、すっとほっといて、女の子が私死んで蘇るなんてっていうようなことを言っちゃったんだと思います。許してあげてください。